いい人たちだったね。うん、また会えるといいな。メアドも教えてもらったし。あれ、携帯カバンに入れたはずなんだけど。え、98 99 100。これかわいい。マナミ、この動物何？セイラ知らないの？アルパカだよ。南アフリカにいるクジラグーテンモクだよ。クジラ？よくわからないけど詳しいね。小学生の常識だよ。はぁ、欲しいけどお小遣い足りないな。お正月まで我慢かな。もしもし。セイラ、ごめん、私花江です。実はその携帯みのりのなんだ。本当にごめんなさい。私間違えてセイラちゃんのカバンに入れちゃったみたいで。別に大したことじゃない。それにまた会えた。セイラちゃん、私らもセイラに会えて嬉しいよね。うん、でも本当にごめんね。あ、私お帰り買ってくる。みんな飲むよね。いいよ、みのり、私が。大丈夫。みのり、みのり、誰か救急車、救急車を。みのり、生まれた時から胸の病気なんだ。本当はすぐにでも手術しないといけないんだって。でも何年待ってもなかなか難しいらしくて、最近倒れる回数が多くなってきて、その度にみのりは大丈夫だって笑うの。不安でしょうがないはずなのに。うん、私みのりに何度も助けられたんだ。両親が仲が悪くて、それで私いろいろ嫌になっちゃってさ、クラスのみんなと打ち解けられなかったんだけど、みのりだけは声かけてくれた。だから私は何ができるのかな。みのりのために何ができるのかな。できることをすればいい。あなたができると思うことを。これください。プレゼントですか？はい、誕生日の。マナミ、喜んでくれるかな。